第11期グランプリマックスベスト16 B タック3回戦実況を務めます古川彩乃です。そして解説は河野慎太郎が務めます。河野プロよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第11期グランプリマックスベスト16 B タック3回戦勝敗の開始です。3回戦はちいちゃから勝又、なんちゃに佐々木、シャーちゃに藤崎、そしてペーチャ、加藤という座順で始まりました。当局勝又の親番ドラバスーピンです。さあ3回戦ここまで2回戦終わりまして、少し勝又が置いていかれる形となってしまいましたが、そうですね、勝又さんはこの回は結構勝負ですかね。トップを取らないと結構追いつくのが厳しくなってくるんじゃないですかね。残り2回ってことを考えると、うん、残すところあと3半チャンあります。3半チャンで70、まあそうですね、まだ 3連勝もいらないかもしれないですね。うん、着順次第ですけど、はい、トップラスを決められれば、まあ、トップラス、そうですね、トップラス回で全部プラスで2人を全部沈めるみたいな感じですかね。うん、さあそして2回戦を終えてトータルトップの加藤はプラス 78.5 ポイントと大きくリードしています。残り3回で80ポイントの差を2番手とつけたんで、はい、これは結構安泰ですかね。2人に抜かれなければ大丈夫ですから、大きい闇点とかに気をつけて進めていけば。さあ先制で加藤リーチに行ったアマチュア老朽版、これでローマンを積もっちゃうようだと一つ枠はね、決まったかなみたいなね雰囲気にはなってきますかね。さあ勝又も簡単には落とせないこの親番、そうですね、一夜二回あるとはいえね、はい、かなりこの1回1回が大事になってきます ね、 さあ勝又チーピンが重なってここは白のトイツを選びます。さあ佐々木もいいシャンテン、勝又も一本前進です。まあ、今トータル的にはね佐々木さんと藤崎さんが競ってますけど、この2人はね加藤さんに打ってしまうとお互いの2番手争いからちょっとね脱落してしまうんで、はい、加藤さんのリーチにはちょっと行きづらいですよね。加藤さんいいシャンテンだけど入り方によってはローワンが出てしまう。ローワンは加藤の上がり、はい、さあこちらが親の勝又、ローワン止まるっていうこともありますか。いやピンズが余っちゃうとサブロピン入っちゃうとね、まあ一応スーワンの筋でチーワン打てるって思えば、はい、シャンポンとかにね受ける手がなくはないですけどね。ただそうなると自分の上がりがちょっと難しいんで、ああこれです、これは勝又リーチといきましたが、ね、これが加藤の上がり、リーチ単葉ピンフイベコードラ8000の上がりです。これね、あと2巡ぐらいして、はい、勝又さん自分の上がりが難しいと思えばテンパイだけでって思って、はい、シャンポンにとってね闇点という形になるんでしょうけど、順目が微妙でまだ上がりが見えると思ったんでしょうね。残念ながら勝又のリーチは宣言杯が捕まってしまった。局は流れてトン2局です。佐々木の矢番ドラはスーワン、加藤はドラが1枚、チュンがドイツ悪くない、勝又は下の3色が見えている、そして親の佐々木も
良い、リョンシャンテン、良いですね。良いです。だから藤崎さんは佐々木さんの親番を指を加えて見てるわけにはいかないですよね。じゃあこれでいいシャンテン。良いですね、かなり良いです、ね、もう止まらないか佐々木。ただ加藤もこれでヤンシャンテン、違う、チートイツのいいシャンテンですね。佐々木さん 92% ぐらいリーチだと思うんですけど、はい、もしかしたら闇転するかもなっていう気がちょっと今してますね。もしかしたら、例えば闇転にして単品ドライチになって、はいはい、闇転にしてて藤崎さんから5800直撃したらっていう風に考えたら闇転もなかないですけどね。ただまあトーンまだ2局ですし、はい、まあ、多分リーチだと思うんですけどね。テンポ入った時藤崎からの直撃が大きいということですよね。あの浮き沈みができて、はい、まあまあの、自分の浮きと藤崎さんの沈みができるんで、はい、ただ3回戦だからなリーチかなって感じですね。さあ佐々木の選択はどうなるか。そして加藤はチューンを仕掛けて転敗です。老中は加藤さんもね止めたいっていうのもあるんでね。加藤さんの動きが入ったら余計リーチかなって気がしますけど、抑え込みに。そうですね、抑え込みたいですからね。さあドラもう切っていく、もう転敗って感じですね。となると佐々木はどうだ。うん、闇点現物ですね。スチワン、はい、ドラの2ワンもチワンも加藤さんが切ってますね。リュウハンを仕掛けたのは勝又、リーシャンテン、あ当たり、はい、さあこれはリーチに行くが、これが加藤に捕まる。チュンドラ1、2000点の上がりです。ちょっと今日の感じだともう加藤さん捕まわらなそうですね。ここまで、そうですね、うまくかわしてかわして、はい、しのいできました加藤です。ということはこの佐々木さんと藤崎さんの2番手争いになってきますかね。さあどうなるでしょうか。3局藤崎の矢番、ドラはローワン、ドラのメンツが一つ出来上がっています。藤崎乗っているかと。そして佐々木はリャンピンのあんこ。加藤とした本人的にも感触はかなりいいですよね。さあこのままの調子でこの半チャン含め残りが3半チャンです。そのタウスを重ねました。リュウハがあんこになったのは佐々木、イサキソウズが両目に変化。勝又は7、8、9の3色が見えています。どうにか試合で切りたいところ。パワーピンも重なりましたが、これはつもりり。そして藤崎これで一歩前進、イーシャンテン。藤崎はもうテンパしたらリーチになりますか。そうですね、この形だったらリーチだと思いますね。うわぁ、60%のイーシャンテン、手が伸びてくるかと。あ、これで佐々木もカナンチーピン引き入れていいシャンテンです。加藤さんは転敗したらどうしますかね。どうしましょう。普通は闇転ですけどね、役割でリードしてる立場の小型なんで闇転ですけど、高め高めでね決まると跳ねまんまである手なんで、はい、
ダメ押しに行くっていうのもね。うん、藤崎チュンのポンテもかけられる形です。そうですね、もうこれは順目的には通ると思いますね。テンパイか、あ、テンパイじゃないか、イーシャンテン、もう一つに行った、ピンズの染め手まで、うん、んウーピン、ウーピン、プラツマリリ、はい、さあ加藤もイーシャンテンです。勝又もイーシャンテン、テンパイ、カウピン、あ、ウーピンちょっと危ない。先ほど藤崎がウーピン切ったところ、なのでチュンがね、あんこったり泣いたりするとウーピンが出てしまうかもしれないですね。佐々木にはカウピンの闇点が入っています。しかもチュン2枚山に、あ、1枚ですね、チュンは1枚山にいます。ピンは山に1枚、あー積もった、佐々木積も上がりです。流派、んつも流派本一2004戦の積も上がり、はい、藤崎さんはやっかぶりなんで、はい、はい、ちょっとリードになりましたね。うーん、藤崎さんはまずは原点に戻す作業、原点、はい、3万点ですね、はい、でそこから佐々木さんに追いつくっていう戦い方になってきますかね。現在トータルトップ目の加藤の親番となりますと4曲ドラは消えそう、まあ、まだ全然半分ですからね、はい、あのゲームの進みとしたら、はい、ちょうど折り返し地点だから、例えばいきなりハイペから降りるようなことはないですけど、うん、あの作ったリードを考えると、まあ、無理はしなくていい親番ですよね。うん、そんなに安い連チャンもしなくていい、まあ、普通に、例えば普通に進めて闇天のピン風で1500テンパイとか入ったら、はい、それはそれで上がりますし、はい、ただ2つ仕掛けて単ヤオの1500とかね、うんうんうん、そういうのは知っていかないと思いますね。こちらが親番の加藤、ドラが1枚、さあ勝又は打点が欲しいところでありますが、打点と親番あと2回ぐらい欲しいですね、この次の親番で大連チャン、はい、もちろん可能性ありますけどね。あ、これは一気の本一もありますけど、ここは一旦吐く、もう1枚想像引いたらですか、テンパイ入ったら、はい、ピンフドライチで親番なんで26オーロツモリクリーチは打つかもしれないですね。うーん、先にパーソンにくっつけば本一でしょうし、さあそして佐々木はちゃんと3色が見えている、そうですね、純ちゃんまで、ね、見えますね。そうだとテンパイどうしますかね。あ、伸ばした、そうた、うん、伸ばしに行って決まればダメ押しだし、はい、先にリーチ来られたら降りるもできるってことですかね。シャアがねありますからね。どうだ、2の頃だったとよくありがちですけど、まあこれは仕方ない、折り込み済みですね。まあ、ね、狙いが2度コール狙いではないってことですからね、はい、さあ想像、お、想像だ、まだいいシャンテンですか、くっつきですね。スーソーとパーソーのくっつきのイーシャンテン、うん、これでテンパイ、マッチはリャンウーソーです。ウーソーだとイーペーコー、
ピンフィーペーコーメンホン高値だと1万8000ですか。ドラ1、うん、はい、休みでも積もれば6000オール。さあ加藤に闇点が入っているヤンソー。ただこれ6000オール歓迎しないのは佐々木さんの方ですよね、はい、うん、あの自分のね浮きが削られてしまうので、はい、勝又がローピンを暗観しています。さあしかし加藤には強烈なテンパイが入っている。これでテンパイ3ワン短期。勝又さんも苦しいですね、なかなか。さあどうだ、ここは E1 短期に変えます。ヤムソーってどうなんですか。1,2,3,4,5,6 枚、まだ2枚いますか。あ、ヤムソーだ。これは勝又の打ったウーソーが加藤への報酬となります。1万8000ですね、本一ピンクドライチ、イーペーコードライチ、はい、1万8000の出上がりを決めました。加藤リア番が連チャンです。これはもう大きなリード。そうですね、これで通ったら100ぐらいいきますか。今が5万6000点なので、5万6000の8ポイントで26は34、34ってことはさっき何、はい、100超えますか。大きく超えてますね。34、110までいってますね。さあもうこれは大きなリードしましたかと。親番がレンちゃんドラガチュンです。で勝又さんはさすがにちょっと離れすぎたので、はいはい、まあほぼ佐々木さん対藤崎さんの2番手争いって感じですかね。残り3半ちゃんというか2半ちゃん半ありますが、まあ、半分ですね今ちょうど、はいはい、もうここからは勝又は高打点高打点を高打点はもちろんあの諦めるわけではないので、はい、手は作っていくんですけど、かなり厳しいところに、はい、現実的な点数を考えるとちょっと役満級を積もりたいような感じですもんね。うん、2番手ともね100ポイントとかなんで差が。さあそして注目なのは佐々木と藤崎の2着争い。そうですね、で現状佐々木さんが3万6000の2番手、藤崎さんが2万6000の3番手なんで、はい、11.8 ポイント素点で10ポイント開いているの、18ポイント開いているので、はい、26ポイントぐらいの差ってことですね。トータルで、で26ポイントの差っていうと、はい、だいたいトップラス1回分ぐらいですね。いやまだ全然藤崎と佐々木はまだどうなるかわからない、はい、わからないですね、はい。勝又さんは、親番での大連ちゃんとかね、役満クラスの大きい手が欲しいところではありますね。加藤の A1 が続いています。ドラガチュンです。ここにドラが1枚来た。加藤はチートイツ、そして勝又、これでテンパイは入ってますね。テンパイからテンパイへ、はい、キューピンとウーアンのシャンポンに待ちが変わっています。どうか。佐々木がウーピンを仕掛けました。本店のウーパーワン。さあこのウーワンが佐々木の上がりとなる。タイヤを1000は1300の上がり。ペースが上がってきそうですね。なんか結構ね、初
消化のスピードが、うん、まあ、佐々木はもう結構回していきたい感じ、まあ、回して回して回し切っちゃっても OK、うん、もちろん手が入った時はね決め手を作りたいところですが、はい、一曲勝俣の親番です。ドラマリアンワン、もう明らかにね標的が自分ですからね、はい、佐々木さんはどちらからしても、うん、はい、だからもう今日進める曲はもう進めて、突き放したい、ね、手が入った時は突き放しに行ってって感じですかね。さあそして藤井咲は食らいついていきたい。そうですね。で加藤さんももう高い手を作る必要はないですから、スピード優先になりますからね。逃げ切り体制ですか。はい、逃げ切り体制に入るんで曲の消化スピードが上がってくると思いますね。さあ勝又の親番です。粘りたい勝又、ここでどうにか踏ん張りたいところ。加藤は流派と白が統一、統一が多い、地位統一なども見ながらの進行になりそうです。例えばこの曲は勝又さんの親番で、はい、勝又さんが粘ってくれるのを歓迎なのは藤崎さんで、はい、まあ、加藤さんはどっちでもいいんですけど、はい、あの佐々木さんは粘られるのが嫌な立場ですよね。うん、加藤さんはね自分が闇天皇を聞いてに刺さらない限りは、はい、52って感じだと思うんですけど、うん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 、藤崎さんからしたら例えばこれ勝又さんが4歳ほどとか積もっても、はい、自分の原点は遠のくんですけど佐々木さんのね原点割れるのも近づいてくるので、はい、その意味では歓迎ですね。なるほど。藤崎の敵はあくまで佐々木なのでということですね。現状はそうですね、はい、さあシャアがあんこになりましたか。つまた二刺しいいシャンテン入り方によっては泥探検もいきますかね。さあどうなるか入り方、うん、想像が埋まってですかね。うーん、パースあんことかチーソー引いた時に、はい、これで藤崎もいいシャンテンですけど、ただ役などは見えてこない。そうですね、今もちょっと足りないか。今目いっぱいにはしませんでしたね。マンズの伸びの方を見てますね。そうかと思し、あ、これで狙い通り。そうですね、3番を引いて勝又はリーチ、リーチとなります。町はイースワン。さあ上がりきりたい勝又、イースワンどうか。イースワンが場に3枚見えてて1枚2枚5枚なんで、いや今1枚減った、あと2枚ですか。あと2枚、1、3、4、5、6、そうですね、あと2枚ですね。数腕、高め数腕も1枚残ってますね。1枚1枚、もうこの状況だとね補充はもうありえないので、はい、勝又さんが積もれるかどうかって形になってきますね。さあ勝又積も上がりたい、勘だ、私あの勘が入った。さあ、イースはまだ1枚ずついます。あー、E1 が、安めの方の E1 が減りました。なくなった。残りは、高めの数番。もう上がれるときは3色の方ですよ。そうですね。さあ、ここまで苦しい戦いが続いています。勝又、どうにか上がりきりたい。スワン積もれるか、違う、んこれで、いやもうよくは出さないと思います。一応でもいいシャンテンですか。スーピンでも無理はしないですけどね。どうでしょうかね、スーピンなんとなく通りそうですけど、ローピン、ウーピンが4枚見えたんでこれはテンパイ取りそうですね。
さあさあさあ、あでもこれはさすがにですね。これで勝俣の町 E1 が山から消えました、うん、はい、もうここは勝負ってやめます。佐々木藤崎もいいシャンテンで粘っていますが、どうなるか。藤崎はチーピンパーピン、まあ、こういう状況なんでね、佐々木さんも藤崎さんもテンパイ取れるなら取りたいんですけど、はい、一番気をつけなきゃいけないのは宝珠なんで、はい、宝珠の可能性がある牌は打たずに天敗取れるかどうかということなんで、ここは取り切れず、はい、勝俣の一人天敗で両局となります。さあ一局一本場、勝俣の綾賀連ちゃんです。ドラは9層、勝俣もどうにか大物ってものにしたいところですが、勝俣ハイパイはトンガと一ドラか一枚か、こちら佐々木はまだメンツはない、そして藤崎もドラドラですね、ドラドラですが残りの形は少し重たい、加藤はピンフテの手配です。勝俣これで目いっぱいならドラですけどね、まだ2巡目だがここはドラを切っていく、うん、レンちゃん優先ですね。そうですね、さあ加藤はマンズが両冠に変化、痛い、うーんなんて意地悪な。そうですね、手順的にはね、はい、目いっぱいならドラ打ちなんですけど、もうちょっと離れた時に来てくれればそんなに気にならない、ね、そうだから調子が悪いってことですよねだから苦戦を強いられると、はい、調子が良くないってことですね。さあドラドラは藤崎、さっき一番形がまとまっているのは加藤です。まあ形はね、あの勝俣さんも全然まとまってはいるんですけど、で四五の三色見えますし、はい、そんなにね悪い形ではないんですけど、目いっぱいいってドラ打ったのが重なってしまったっていうね。うん、あこれでシャンテン三色じゃない方なので、はい、ポンテンができる形ということですね。砂糖打たれてでポンテンと、天敗は換算層、ただこの曲は、はい、藤崎さんにしても佐々木さんにしても勝俣さんドラかぶりが見えてるので、はい、あんまり怖くないんでね、ちょっと押し返すチャンスっていうかね、押し返しどこではありますね。さあ佐々木もいいシャンテン、藤崎さんもチートイズドラドラいいシャンテン、あこれは勝俣押し返されてしまう、酸素早く上がりたいところ、酸素は2枚山にいます。白は勝敗、ここは3番から。これで加藤も白が打ってます。これでいいシャンテン。そうそう山に2枚いますがまだ出てきません。いや見て先天敗ウーパーワンリーチに行ったのは藤崎、順短期ドラドラ、チャンは1枚切れ、うん、まだ山に残りは山です。そうですね、誰も合わせてないんで山にいそうな感じですよね。さ
佐々木さんはどうするか。さあどうだ、違う。さあ藤崎としてはこれはものにしたい勝負手です。さあ転敗している佐々木、援助役ありませんが、ここは一旦我慢だ。三蔵もまだ2枚ですね。はい、三蔵もまだ順も2枚、2対2。さあ決着はどうつくのか。ああ順だ。これは藤崎の上がりとなる。リーチチートイツドラドラ8000は8300の上がりです。これで藤崎さんも浮きに戻ってきたので、また競りですね。2人勝つ、または苦しい。何局佐々木の野蛮です。佐々木が36,300点、はい、藤崎が34,300。さあトータルが 6.3、 トータルが、はい、今 11.7 ポイント、10ポイントぐらいの差ってね、もうプラスとマイナスでね、はい、ほぼ逆転してるので、現実的なポイント差としてはこれぐらいだと半チェック1回で十分ですかね。やっぱりこの公式ルール20ポイントを超える差 が、はい、がつけちゃうと結構難しくなってくるんですよね。うん、あのリードしてる方はプラスさえキープできれば、浮きさえキープできれば、はい、まあ、ほぼ逆転がされないという感じになってきますので、追いかける方としては20ポイント以内にいやしときたいですよね。まあ、10ポイント台であれば、はい、プラスマイナスで11点でね、8ポイントぐらい縮まるので、そうすると漫画1個分ぐらいの差なんでね、はいはい、現実的ですけど、20ポイントを超えてきて、リードしてる方がプラスしちゃうと、例えば、リードしてる方が35,000点ぐらいだったとしたら、はい、逆転するには5万点の突破が必要になってくるんでね。うん、さあこれ、この現在佐々木と藤崎が現状2着目争いが熾烈になっています。そうですね、佐々木の野蛮でドラマチーそうです。藤崎はいつも見えている、ここウーピンを積もりました。そして勝俣はちょっと面白い手が入ってますが、スワンコを狙っていきたいところですね。ここでね、役満積もとかまた話が変わりますもんね。ただ勝間さん、役満積もってもまだ厳しいですけどね。2回上がればいいですかね。そうですね、2回ですかね。さあどうか、勝間さん、あんこ2つまではできている。しかし佐々木はこれで一メンツ完成。いいシャンテン、ドラドラシャンポニーチか。ああ、行きましたね。いい字になった。数層がキラリと光ってますね、両方とも筋、はい、あ、ここに1枚というか3枚ありますね、全部で。いい層の勝間さん、いいシャンテン、いいシャンテンまで来ましたよ。これはいよいよあるかもしれないですよ。順は違う。そして藤崎のイーソーとチーソー、チーソーは山にはいません。イーソーが一番、ね、あ、イーソーだ。これは藤崎の終わり。リーチドラドラ7700、ごめんなさい、5200の上がりです。失礼しました。これで、ね、
ポイント、あれ、あれもう 2ポイントとか3ポイントぐらいそうですか、トータル2ポイント今もうすぐ出ると思いますけど、南三曲、藤崎の矢番です、はい、ドラはローピン、勝又小番校、佐々木はドラメンツが完成しています。そして藤崎ドラゴン子、はい、2.5 ポイントされてね、2.5 ポイント現状、もうこれは何もわからないですね、はい、もうこれは並びと一緒ですね、一着順で変わる差なんで並びと一緒ですね、まあ、とはいえまだ終わって2回ですけどね、はい、だからここのドラゴン子藤崎さんはものにすると大きいですし、佐々木さんはものにさせてはいけない場面ですね。あれ、あれなかなかすごい感じになってきましたが、ゴツゴツしてきましたね。勝又はマンズのモイズ、これでいいシャンテン、さあ親の藤崎虎さん、いいシャンテン、どうなんだろう、藤崎さんのカンチーマンリーチ、あ、これでつもり3個も出てきましたね。あ、でもそうしない、1枚も切られてるし、はい、想像が周りも切られてるんで変化も乏しいってことですかね。これカンチーマンリーチ、ね、あんまり藤崎さんのイメージないですけど、カンチーマンのリーチって手が絡んでれば別ですけどね。でもドラさんですよ。そう、ドラさんなんで打点が見合うからリーチっていうことがねありますけど、どうするんでしょう。まあ、加藤も手は進んでいます。そして勝又が苦しい、ここに血が入ってました。お、天敗、リーチに行った、うん、さあ藤崎からドラアンコのリーチ、カンチーワン、加藤さんはね、はい、わがままに押してもいいんですけど、なかなかね、邪魔もしたくないって意識はあるでしょうから、自分がね大量リードですからね、はい、別に無理に突っかかって荒らすことはない、ね、まあ、特に 親リーチでありますからね、はい、佐々木さんはライバルのおやりなんでちょっと難しいですね、行くのが、形もそこまで整ってないですし。そして藤崎のカンチーワン、山に2枚います。勝又さん国士だとチーワンが出ちゃう、やっぱ厳しいですね。あれでもまた一歩進みましたよ、スーワンから行ったということは、次有効杯入るとチーワンになりそうですね。しかしチーワン打つと藤崎に捕まってしまう、はい、あー積もった。さあ藤崎積も上がりです、リーチ積もドラさん4000オール、ちょっと今のチーワンの積もり方珍しく気合を感じましたね。そうですね、力入ってるようでしたね、気合を感じましたね。あ、ここでまた大きな上がりをものにしました藤崎。宝泉の CM で流れてたチーピンツボみたいなね、なんかその気合を感じましたね、はい、今気持ちが入っています、はい、あれ今日は何曜日でしたっけ、今日は火曜日か日曜日にね、はい、一緒にちょっと仕事したんですけど、はいはい、結構気合入ってましたからね、決定さんの再来みたいな感じでね、はい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 、はい、今日はね、なんか1回戦目から積極的な仕掛けなどが ね、はい、見れましたから、はい、さあ南3局の1本番、藤崎の親番が連チャンとなっています。ドラワシャ、もう今日こそは負けないぞと。そうですね、この4000オールでトータルトップ、はい、トータルじゃない、この回のトップ目に立って、はい、佐々木さんと18ポイントぐらい開きましたね。そして佐々木は2300点、あと
2300点で減点になってしまう。そうですね、だから佐々木さんはこの回これ以上マイナスして3万点を割るとちょっとさらに差が開いてしまうので、はい、着地上げるのはね難しそうなんですけど、なんとかここの減点はね踏ん張りたいところですね。さあ手配はどうでしょうか。勝又はピンズ、そして佐々木単品系に差しも見えてきた。ここはドラ打ちます。藤崎は 1,2,3 の3色なども見えてはいる。さあここでそうそう両面に固定しました。佐々木これ動作もいいじゃんみたいな。さあここはロー層打っていきました。藤崎です。まだ3色目は残しつつ、さあ親の藤崎これでイソ引いて、うん、3色多分藤崎さんちゃん、純ちゃんさんしかあれ見てますね。うん、これはウーワンチーワンを落としたりする。あの普通にペンサンズを引いたら、まあ、まずパーソーってカンローワンテンパイですけど、はい、もう一つ変化ですね。パーワンを引いてパーワン引き、キューワン引き見て嫌みてんですね。で多分藤崎さんなんで、はい、最終形っぽいところでもさらに嫌みてんだと思いますけどね。うん、ただパーマンがなくなりましたね。まあ、藤崎さんからは見えません。はい、加藤の手の中にあんこ4枚目が切られました。加藤はイーシャンテンです。さあこれで形は広がりましたが、カンサンズを払っちゃいますかね。あ、目いっぱいにしましたか。ローワンの方、ここはローワン。藤崎さんからマンズよりは想像の方が泣きやすいって感じですか。ただ実際三蔵は入りますね。あ、これでウーワンかな。急走は1枚切れているウーワン、うん、佐々木もかスーピがまたイーシャンテン、シャンテン、シャンテン。佐々木さんはリャンシャンテンですか。はい、リャンシャンテンでした。頭がないですね。さあ藤崎、カンサンゾーテンパイじゃないか。あとは一回さっき上打ってたんですね。はい、はい、ということはもうやめる気もあるってことですか。うん、加藤はもうちょっと受け気味に。そうですね。さあそして佐々木はまだ、藤崎もまだ、残り手番が1回ずつ。天杯は入らず。ということでこの曲は全員の点で流曲となりそうです。そうですね。トンス失礼しました。何三曲一本場は全員の点で流曲です。さあ3回戦も最終盤オーラスとなりました。何四曲二本場加藤の矢番です。どうしますかね加藤さん。
早くて高い手なら行くんでしょうけど、はい、中盤ぐらいでちょっと上がりとそうなるやめそうですかね、今の感じ見てますと。さあ中ピンガンコでドラが1枚、ね、ただまあまあ高い手になりそうですけどね。純ちゃんが見えますね。そうですね、純ちゃんドラ1が全然見えますね。これはもう上がっちゃっていいですか、まあ、上がってね、上がりに行きたい、はい、来れるもんなら来なさいぐらいな感じで。さあまだまだポイントを伸ばすのかかと。なんだこれは、もうはっきり純ちゃんですね。いやあと強手入っていますね。しっかり戦って大きく大きくポイント伸ばしてきています。さあ3回戦もオーラスを迎えています。藤崎さんはこのままトップをキープして終わりたいですし、はい、佐々木さんはね浮きをキープして終わりたいんで、だから2人ともね加藤さんの親だからってやらしといていいってわけではないですね。佐々木はもう2、6オールとか詰まられるとそうです、ね、とても痛いっていうことですもんね、はい、これ決まったら2、6じゃ済まなそうですしね。はい、さあ佐々木ピンフのイションですね。これはもう闇点で軽快に流していってよろしいでしょうか。そうだと思います。さあ背先は難が統一ですが、イーシャンテ怖い、加藤にジュンちゃんイーシャンテが入っています。さあ親の加藤、これ関連層から埋まったらどっちに取ればいいですか。チーピンパーピンでいい、うん、どっちもありますけどね。一番あの順ちゃんでね決めたいと思えば急走短期ですし、はい、パーピンチーピンならリーチ打っちゃうんじゃないですかね。あ、パーピンがこれは納得できないですね。両層に巻き出てる、はい、闇点で変化待ち。さあ藤崎ドラドライーシャンテン何のポンテンも効く形、これはどうでしょう。いやー2ゾーン2枚切れなんでね、3ゾーン打っておいてチーピンで順ちゃん1ペーコーっていうのもあるんですけど、あ、インソーつもりにしましたね、うん、ちょっともう守備の方が強いかもしれないですね。うん、藤崎さん気持ち悪いっていう感じですか。さあ藤崎警戒か親の加藤、インソーそうつもりりとしました。さあ佐々木はスワンとチーワン入れ替える、藤崎イーシャンテン1枚切れの牌です。なんが1枚か、はい、1枚なんかどの辺にいるかで展開が変わってきそうですね。でも打たれない可能性はありますね。例えば加藤さんがね、はい、掴んだらやめちゃうかもしれないですし、んー、そう、加藤はテンパ維持してますけれども、うん、ここまでね、リャンゾーが良くなってるとリーチ打っちゃう手もありますけどね、手代わり待つよりも。ただ巻き返しが怖いからこのままっていうこともですかね。勝間ターチュンがアンコになりました。佐々木さんもテンパ、あと1枚が引けない。あ、これで藤崎もテンパ、なんで上がれる形。ただ天杯はいい数層、そして藤崎の天杯はなんと E1 のシャンポン。さあリーチに行った勝又、うん、海底のリーチ狙いですね。海底つもで
一役つけての。だけど加藤さんは無筋か取ってない牌掴んだらやめるかもしれないですね。さあどう。じゃあこれは打ってますね。そしてこちらは親の加藤天牌はしているが、牌は打ってると。ああ惜しい。いやこれ牌手ですよ。あれ。あ上がらなかった。なるほど。無事にもう終わらせるということですね。なるほど。はい。7、4局は、藤崎と勝俣の2人連敗で流局です。この流局をもちまして3回戦終了いたしました。3回戦はトップに藤崎、そして2着加藤、3着佐々木、4着勝俣という結果で終了いたしました。続いて4回戦に参ります。